こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はペンテルのスマッシュ、東急ハンズ限定の復刻カラーのグレーブルー軸になります。でこれ復刻で出てる分なんですけれど、このグレーブルーに赤のプリントで、持ち手も本体と同色に黒のラバーとクリップという形になってます。実はスマッシュの中でこれが一番好きになった感じですね。これ標準の黒なんですけれど、まあこれが出た後にこれとかいうような感じだったような気がしてます。そしてこちらが、ネイビー軸になりますね。ネイビー軸は全体にネイビー、ちょっと濃いめ、薄め、濃いめかな、濃いめのネイビーに、白のプリントで、持ち手のとこはちょっと光沢のあるネイビーになってます。でラバーが黒、それからクリップ部分も黒と、ノック部分も黒という形になってますね。これもなかなか普段使いね、この辺の方が使いやすいちゃうかなっていうふうに思います。でこちらがまた去年ぐらいにポコッと売り出してた、ブラウン軸ですね。ちょっと若干メタリックがかったブラウンの軸に、持ち手のとこもメタリックのブラウン、光沢のあるブラウン塗装になってます。でラバー部分は黒で、クリップも黒、ノック部分も黒っていう、ちょっとこれもなかなかかっこいい商品じゃないかなと思ってます。まあこの3本が一応今 Amazon で手に入る標準カラーということになっていますね。これプラスブラックですね。でこちらもだから1000円切っている状態で買えるので、また Amazon 覗いてみてはいかがでしょう。なんか4本セットとか5本セットで格安で売ってたりもするので、これはまだまだ、まあ特にこのちょっとおすすめなやっぱりこのグレーブルー軸、これちょっと使ってるんですけど、これはちょっとおすすめですね。なかなかアーミーカラーっぽくて好きな感じですね。でこの辺ももう手に入るんで、まあネットショッピングで買うと、お安く買えたりするので、ヤフーショッピング、アマゾンとガンガン覗いてみてはいかがでしょう。またいろんな商品紹介していきたいなと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。